はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回はですね、先日ゲットいたしました、神引きいたしましたフロイドスイスイウェアのパーソナルストーリー&グルービー見ていこうかなと思います。もうね、楽しみすぎて私もう絶対にネタバレを踏まないように、グルービーのね踏まないようにもう気をつけて X を見ていたもので、もうほんとね、ワクワクが天元突破してる今どんなグルービーになっているのか。はい、ということで始まります。お迎えは前回と同じセベちゃんかな、セベちゃんですね、つむってつむつむつむ大肩に乗せているセベちゃんとなっております。あー、かわいいですね。今日もかわいいですね、セベちゃんはい、ただとりあえずね、あ、そうそう、パーソナルストーリーね、3人分溜まってるんだ。そういえばね、そうそう、マーブーとハーツ組がね、スイスイウェアの、が溜まってるんですけれども、とりあえず SSR だけ見ていこうかなと思っておりますので、こちらですね。はい、あ、なんか珍しいですね、空飛ぶクラゲの第1話。空飛ぶクラゲって何ですかね。まあ、とりあえずはあと海に、来たので、あ、はい、ここで宙返りということはおそらくサーフィンしてますね。なあ、サーファーフロイドですねかっこいいですね。うん、もうほんと上手になったって言ってたからね。ねえ、ジャック・ハウル君、フロイドってね、何でもできるな。はい、アズール、アーシェングロト君はちょっと苦戦しているみたい。でもね、アズールはね、このサーフィンしている時もうメガネ取ってるんですよ。いや、めちゃくちゃ美人ですよね、アズール・アーシェングロト君。見てこれ。いや、ちょっとメガネにね、すごく、なんだろう、隠れてるんですけれども、アズール・アーシェングロト君ってね、美人なんですよ。周知の事実だよって、ね。はい。ということで、もう夕方になっちゃったので、あ、帰るみたいですね、みんなね。うん。あ、そうだね、確かに。なんかね、それ脱げないって言うから、ね、脱げたらね、人魚の姿に戻れるんだけどね。うん。確かに。そうだよね。ま、真っ暗闇の中っていうのもちょっとアダルティな感じがして、私的には遊びてえかなって、逆に、むしろ遊びたいかななんて思っていますが。あ、さすがボドゲームらしいですね。うん。あ、スカッとして、シュワッと弾けるような、サイダーかな、うん、あ、でもなんか、お、ひらめいたみたいですね。あ、アズールに教えてほしいこと、教えてほしいことって、あ、終わりました。あ、早い。あれ、ちょっと待って、意外と1話が早いですね。あら、もしかしてこれは2話3話とサクサクとグルービーへ向かう感じなのか。はい、ということでスイスイウェアの、2話、空飛ぶクラゲの2話を見ていこうかなと思います。あ、スティッチ？あ、スティッチ？はぁ、なんか懐かしい、スティッチも私。スティッチに会いたくて会いたくて。もう、これ多分ストーリーの実況終わってからパソスとね、投稿するかと思うんですけども、私ほんとスティッチが大好きになっちゃって、スティッチ見ると泣くようになっちゃって。今ちょっと泣きそうです、うん。あ、パーツを粉末にしたみたいですね。フロイド博士だって、すんごい。あ、なんかちょっといいですね、フロイド博士って。マッドサイエンティストみたいでね。うん。うん、あ、お湯が。くせえ土。うん。枝につけて。あ、なんか作っているみたいですね。うん、ご機嫌フロイド。あ、かわいい。もう、スティッチ、本当に肩に乗る。あ、これが空飛ぶクラゲらしいですね。枝の何か、枝に先になんかつけてるやつ。あ、花火。あ、なるほどね。確かにクラゲみたいですね。あの花開いた感じというかね、開いた感じがね、うん、うんうんうん。あ、そうだね。あ、そんな、ジェイドと一緒に、あ、花火見たの。あ、そう、お花なの。最後までフロイドは花だと思ってたな。うん、かわいい。音ぼけスティッチ、かわいい。うん、あ、そっか。あ、エレメンタリースクール、あ、ちょっと前ですね。うん、映像派なんだ、花火デートじゃんってごめんなさい、ちょっと趣味の話になっちゃった。うん、
穴が威嚇してますね。うん。あ、そっかそっか、そういう時代がね、あったらしいですね。あ、今は大丈夫で、あ、よかったです。うん。あ、高波、あ、それはとても危ないですね。子供のうちはね、まだ泳ぎも多分おぼつかないだろうからね。うん。そっか。まあ、フロイドもそういう時代あったか。うん。あ、うん。人魚向けのお店。うん。俺たちがコテスセリー出した。あ、海の家みたいな。なんかおしゃれですね。あ、そうなんだ。ちょっと待って。これ新情報じゃない？だってさ、お店の話ってしてたっけ今まで。かっこよ。お店へ経営してるんだ。うん。あ、そうなんだ。うん、確かにね。ねえ、なんかダメって言われると余計やりたくなるよね。うん。ていうかちょっと本当に経営者なんだ、やっぱり両親って。ああ、素敵だな。お坊ちゃまじゃん。うん。うん、あ、そうか。なんてロマンチックなんだろう。うん。うわあ、素敵、ポエマー。うん。うんうん。なあ、そうだね。スティッチと一緒ならね。うん。あ、そっか、初めてはやっぱり人間見るのもね、ドキドキするよね。確かにスティッチみたいな子がいっぱいいるのかな。うん、あ、同じこと言ってる。うん、いっぱいいるんだろうな、きっと。うん。確かにジェイドは信じなさそう。うん。あ、今モノマネしてるの、かわいい。いや、私、あ、そうそう、私も本当にナイトレブンカレッジにスティッチをね、連れてこうと思ったの。うん。うんうん。あ、そうだね。一つ目で変装好きな長、あ、もしか、あ、なんかこの言い回しだと、なんとなく、あ、公式のね、原作にいそうな感じがしますね。あ、本当だね。あっという間の時間だったり、とりあえずちょっともうちょっと両親の話しませんかっていうね。あ、そんなにたくさん作ったんだ。うん。あ、円盤型は回転するやつ。あ、そういっぱい作ったんだ。箱の形。すごい。うん。ちょっと怪しいですね。あ、そうなんだ。魔法もかけて。なんか豪華な花火になりそう。うん。確かにね。めちゃくちゃ集中したらしい。確かにね、バスケもモストラウンジもね、これぐらい集中してくれたらいいよね。うん。あ、素敵。わあ、素敵な夜になりそう。いや、ほんとバカンスって感じ。うん、あ、ここで、あ、終わりましたね。わあ、ちょっと、で、次が花火大会ですか。次の話でラストとなっております。そしてグルービー。あ、花火大会のグルービーなのかな？楽しみだな。空飛ぶクラゲの、第3話ですね。はい、ということで、あ、花火にちょうどいい、いい感じに夜になっております。うん。あ、そうな、もう夕食を、あ、ご飯食べちゃって、もう花火するっきゃねえぞっていう時間帯なんですね。うん。いや、危ないからね、花火そのままにしてたら。あー、スティッチまた肩に乗って、フロイドのこと大好きなんだから、もう私の肩にも乗って。いや、本当にスティッチに対してはガバ。はい、アスナ浜まで来ましたね。あー、真っ暗サーフィンもいいけどね。あ、ブンブーだって、かわいい。ブンブーって、うわー、音声で聞きたい。うわー、あ、綺麗な花火。あ、大成功ですね。素晴らしい。あ、みんな感動してる、すごい。あ、喜んでくれてる。あ、スティッチもよかったね、ほんと手伝ってくれてありがとう。うん。いいですね、夏らしいですね。うん。うん、あ、得意げスティッチ。あ、確かに、ね、作るってすごい職人みたいですよね。うん。あー、もう仲良し、ほんと。もうスティッチとフロイド、ほんとに仲良し。あー、ほら、だって肩に乗ってるもん。ねえ、フロイド。うん。夜の。そうなんだよね。すごい集中力で頑張ってたもんね。うん。あ、そんなに作ったんだ。この人数で一晩中遊べる量って結構すごいよ。うん。あ、箱型のやつね。うん。
リードル、火といえばリドルローズハートだからね。あ、でもちゃんとやってくれる、えらいリドル。うん、あ、ちゃんと、あ、はい、成功ですね。これも綺麗、さっきとはまた色が違っていいですね。うん、しかもいっぱい、はなんかね、点火なってていいですね。うん、あ、ぜひぜひね、そのためにいっぱい作った。あ、うわ、優しい。フロイド、好きなだけやっていいの、もうフロイド。もうなんか今回のスティッチイベントの時のフロイド、本当に頼りがいがある。もう本当に好き、もうガチ恋しちゃいそう。ジャミルバイパー君という作用師がいながら私本当に好き。うん、あ、そっか、あ、確かにね。うん、まあお祝いみてえなもんだからね。スティッチと会えた記念日ということでね。あー、どう、ちょっと、これ選択肢、手持ちかな。あ、何も起こらない。どっち選んでもよかった。うん、あ、確かに、何が後方彼氏面ってやつ。違うか。ちょっと何この大人な対応ねえ、本当に、ジェイドがいれば、素敵。あ、違うらしい。あ、確かに、あっちはあっちで大変そうだよね。確かにね。あ、そうなんだ。あ、意外ですね。うん、あー、なるほど。それぞれの思い出を交換し合った方が楽しいっていうこと。あ、意外と淡白。うん、あ、そうなんだ。そのなんかね、バックボーンも見たいですよね。ジェイドがね、どうして山にはまったのかっていう。うん、あ、そっか。うん、あ、そうだな、全然想像できない。うん、そうなんだ。やらー、そうなんだ。じゃあそのエレメンタリースクールの時かな。そういうのも見たいな。あ、そうなんだ。あ、何回か、初めてっていうことは何回か見たことがあるような言い回しですね。あ、そんな、命まで。そんな、命の危険が迫るほどの喧嘩するんだ。すごいな。いや、ほんと、そうなんだ。ちょっとそれね、用法、用量守らないとダメですよ。あ、仲良し。あははは。スティッチまでにゃーって言ってるのかわいい。うん、あ、そうだね、全員でやりたいからね。うん、うん、うん、そうだね、サイダーじゃなかったね。うん、私も本当に満足。あ、フロイドはもうこれじゃ終わらねえぞっていう感じ。あ、そうなんだ、素敵。もうそういうところが好き、私フロイドの。あ、素敵、本当にフロイド好き。うん、そうだね。あ、それも楽しめる。ほんとフロイドリーチがね、素敵なの。うん、そうだね、退屈しないね。うん、わあ、素敵。うわあ、どんな風に、そしてグルービーは花火をねしてくれる。私的にはね、私的には嬉しいけど、あ、ちょっと待って、興奮してきちゃった。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。うわー、まさかこんな私、まさか3年目にして、ナイトレブンカレッジ戦のお手首見えるなんて思ってなくて。うわ、夢見てましたよ。まさかね、これをね、脱いでくれるんじゃないかななんて、あの通知の時はね、言ってたんですよ。脱いでくれるんでしょみたいなこと言ってたけれども、まさか本当にグルービーで脱ぐなんて思わないじゃんか。あ、ちょっと待って、ていうかさ、あれ、私、もしかしてさ、あ、そうだよね、あの前ホームタップボイス聞きましたよね、多分聞いたよね。
ごめんなさい、興奮しちゃって、まあ、とりあえずちょっと待って、あの背景が新しくねもらえたから、それだけちょっと背景だけ新しい感じにねしといて、で多分ねホームタップボイスはガチャの時に見ましたので、神引きしましたのですぐグルービーを、あの素晴らしきグルービーをね見たいかなと思っております。人潜りして魚取ってきた。あ、そうだよね、だってこれ見たもん、聞いたもん。金魚ちゃんを怒らせれば、はい、ということで、聞いたものはちょっととりあえずねはしょっといて、よかった、はしょれてよかったあの素晴らしきグルービーをもう一回ちょっとね見たいかなと思います。いや絶対私花火のグルービー来るかと思ったら、でもなあもう言葉にならねえいやちょっと、そしたらさ他のみんなのグルービーもそれってこと？絶対にリア見たかったんですけど、ちょっとね、なんですり抜けた。とりあえずセリフ、スティッチ次は何する？お前が一緒だと退屈しねえわいや私も本当に退屈、わあすごい、いやちょっと本当にさ、これ大丈夫？ YouTube に上げて大丈夫？ねえねえ、あのねフロイドリーチ君、ちょっとね、YouTube の話になるんだけれども、お手首見えるとバンされるらしいよ大丈夫かな。いや実際のね芸能人とかがそれ見せちゃいけないらしいんだけど、どうなんだろう、イラストもダメなのかなどうなんだろう、でもこれ全国民に見てほしいすごい、まさかあれっていうか、本当あ脱げるんだ、服なんか脱げないとか言ってたけれども上は脱げるんだあらーなんか素敵、本当にいいがたい、もう夢見てました私、いつかね人間の姿でこういう風にうわー見れることをね願ってたんです。ごめんねスティッチ私スティッチのこと大好きなのに、フロイドのその反乱に目がいっちゃっていやー久々にいかがわしいこと考えちまったよってなまあいつも考えてるっちゃ考えてるけども、いやだってさこれやばくないですか。あーよかった、ネタバレ踏まなくて。いやこれ絶対ね X で最初ネタバレ踏んでたら本当にねこんなに興奮してなかったと思うはい、ということでお送りしてまいりました、フロイドスイスイウェアのパーソナルストーリーグルービーだったんですけれども、とんでもないことが起きてしまいました。絶対音割れしてるよ今日も、ごめんなさいね、いつも本当に興奮して音割れしちゃって、もうでも本望です私本当にフロイドリーチ君のこれが見れてこれが見れて本当に良かったです。もう願ってました、もう初年度からそうならないかなって思ってたらまさか3年目にしてこんなことが起こってしまうなんて、ありがとうね本当に先陣を切っていただいて、ぜひ次はジャミルワイパーくんでお願いいたしますはい、ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ウッポマッツです。